ゴッドハルト・ケトラーは、最後のリボニア騎士団総長、および最初のクールランとゼムが連行。ケトラーは、ドイツの貴族ゴッドハルト・ケトラーとその妻ゾフィー・ホン、ネッセル・ローデンの間の9番目の子供として、ベスト・ファーレン地方のアンレヒテ郊外で生まれた。一族は、ベスト・ファーレンで古くから続く貴族の家柄だった。ケトラーの兄・ビルヘルムは、1553年から1557年まで、 ミュンスター司教を務めている。ケトラーは1554年にルナブルクのコムトゥルとなり、1557年にフェリンのコムトゥルとなった。リボニア戦争中の1559年、ビルヘルム・フォン・フュルステンベルクの後継者としてリボニア騎士団総長に就任した。リボニア連盟がロシアのツァーリー・イヴァン4世の強い圧力にさらされるようになると、 ケトラーはこれに対抗しているターハプロテスタントに改修し、それまでリボニア騎士団の治める修道院国家の一部だったクールラントとゼムガレンを世俗化させた。そして1561年11月28日のビリニュース合同協定に基づき、ケトラーはポーランド王冠の報道という形でクールラント・ゼムガレン公国を創設し、自らその最初の統治者となった。 ケトラーは1587年に広告の首都ミタウで死去した。彼の子孫は1737年までクールラントを支配した。1566年、ケトラーはメクレンブルク公アルブレヒト7世の娘アンナと結婚し4人の子女を設けた。ありがとうございます。